はいどうも、Pちゃんと申します。皆さんプロスピエースやっていますでしょうか？今日もプロスピエースやっていくんですけど、何をやっていくかと言いますと、赤メヒアさんリアタイで使ってみた。はい、先日、契約書から赤メヒアさんゲットできたので、もうねずっとリアタイで使ってみたかったです。はい、なんで使ってみたかったって、もう多分皆さんご存知だと思うんですけど、なんといってもこの特殊能力、超広角に、ラインドライブでチャンスメーカーと、もうこれ見ただけでもうわかりますよね。一番で使いたいです。もう一番で使いたい。これね、もう一人多分糸井さんが持っとったかな、この能力は。この特殊能力はあのオリックスのTS 糸井さんも多分同じ特殊能力なんですけど、いやね、この3つの特殊能力がね、もう一番最適、マジでもう多分めちゃくちゃいいっすね。これもう3個、もう3つとも自分大好きなやつです。はい、ということで赤メヒアさんようやくゲットできたんで使っていきたいと思うんですけど、すいません、スピリッツが3097で特訓がまだ5です。A ランク1枚も持ってなくて、まあでも今度、これから A ランクゲットできたら、もうどんどん限界突破させて将来は一番で使っていきたいなと思います。ということで、早速ランク戦へゴー。はい、ということで使っていきましょう。いやー、ちょっと楽しみやな。チャンスメーカーと広角は出らん。まあでもってか、いやー発動してほしかったな。まあでも OK、 OK、 はい、ナイバッチ、いいね。てか応援歌入れてなかったっすね。ちょっとこの次応援歌入れていきましょう。え、いいじゃん。え、いやー打ちやすいけどな、やっぱスピリッツはゴリゴリ負けますね。はい、ということで2回目、お、いいね、特能全出し。でもパワー79か。これ極みやったらめっちゃ強いやろうな。やば、入れ、よし。いや打ちやす、これ極みで使いたいな。いやー完璧じゃない今の。ラインドライブっぽいし、てかラインドライブやし、広角発動したし、いやーよかった。次、あ、いいね、広角とチャンスメーカー OK で外コバさんか、よりによって。あ、ラバッチ、いいね。うわ、極みでマジで使いて。バッターは2番に、バッターはメヒア。いや、特の前座し、また前座しか、これいいね、本当に。めっちゃ強いところ。さあ、また打ちたいね。もう一発打とう、もう一発。いやー、でもナイスバッティング。OK。全然 OK、ナイス。さあ、5球目は何か。ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。初球からバッテリー内側際どいコースへ投げ込んできました。打ちました、フォアボール。はい、ということでいかがだったでしょうか。赤メヒアさん使ってみたんですけど、いや特能がマジで強い。うん、この特能マジでいいっすね。やっぱ自分ラインドライブ結構好きなんですよ。でそれに超広角チャンスメーカー、いやもうめちゃくちゃ強い。超5だったらマジで一番に置く価値はマジであります。めちゃくちゃ強い。皆さんもちょっと、まあでもこの状態だとちょっとすいません、おすすめすることはできないんですけど、超5で持ってる方はぜひ使ってください。てかもう使っとるかな、超5の人は。なんかね打ちやすいですね。右バッターでまあ少しバットくるくるくるってなるんですけど、それがなんか逆に打ちやすかったり、していいかなと思いますね。あとはやっぱ特能がも強いんで、もうそこがもうメインですね。もう特能で選ばれた選手っていう感じですね。はい、もう自分も超5だったらもしかして、一番に置く可能性は全然あります。これからね A が、ゲットできれば、どんどん限界突破やっていきたいと思います。はい、ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録、まだお済みでない方はぜひお願いします。お待ちします。
ということで、ピーちゃんでした。お疲れ様でした。バイバイ。